今切ってしまって、あるいは手を出さないでいて、それが上がったら悔しい。だから買っておこう。みたいなことをやるとですね、えー、あっという間に資金、目一杯になっちゃいます。株式投資虎の穴、林投資研究所チャンネル。こんにちは、林智之です。水曜日、持続可能な株式投資。今日のタイトルは、勝つために、これだけに注目しよう。 勝つための方法、つまり儲けるためのやり方というのはいろいろあります。いろいろな道があります。当然ですね、観点、考えるポイントというのも数多くあるわけですけれども、今日は知識とか特別な技なしで誰でもがっつり考えて誰でも実行できる。これだけでもう結果が大きく変わる。 こういうことを紹介しようと思います。なるほどと思ったら高評価、グッドボタン押してください。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。えー、具体的にですね、まあ、上がる銘柄を、えー、買う、えー、こういう行為を考えてみようと思います。まあ、上がる銘柄というのは上がりそうな銘柄。自分が上がるのではないかなと思う銘柄を選んで、 買うえ。こういうことですえ。でも考えていくとですね、どの銘柄にもえ可能性があります。えそれから、すでに動いている銘柄、さらに目先でぐっと加速するのではないかと考えたり、え安値県にあって動いていない、そろそろ動くのではないかとか、もういろいろなものがあります。 で結局ですね、まあ、未来は分からないので、えー、迷ってしまう。どうしようと。えー、そして、えー、なんか情報探し、正解探し。えーまあ、こっちの方にですね、行きやすいんですね。つい行っちゃうんです。えー、ところがですね、これがいいよ。この銘柄が上がるよとか、えー、これからはこういう流れが来るんじゃないか。こういうことを発信している人も、 未来は知らないわけです。えー、誰にも未来はわからない。でこんな風に落ち着いて考えていくと、えー、投資関連の情報ですね。えー、相場の情報、えー。ほとんどですね。ほとんどというか、おそらく100%じゃないですかね。あの、過去の話なんですよ。えー、直近の過去。例えば今日こういう動きをしたとか、えー、先週からこういう動きがある。こういう流れがある。 みたいなことを解説しているので、非常に新しいことのように思うし、近未来を示している。そんな錯覚に陥る。というだけで、誰も明日の株価さえわからないわけですから。まあ、やっぱりですね、自分の考え、自分の感覚、こういうものだけでやろう。 こういうものを軸に考えようということですね。えー、何も聞かない、何も見ない、えー。ということではなくて、いろいろ見るんです。えー、当然、いろんなものが聞こえてくる、見えてくる。まあ、情報自然に入ってきちゃいますけれども、まあ、そういうものもですね、えー、含めて考えるときに自分の考え、自分の感覚を軸にするということです。 え、とにかくですね、まあ、わからない中でもですね、人の情報を頼りにする。特にですね、もう、これを買うしかないよ、みたいなですね、ズバリ価値判断。こういう情報にはもう近寄らない。で、自分なりに、なんか、例えば10名柄。これがいいだろうと。こういうふうに選ぶ。そしてですね、じゃあそれを、さらに絞り込んで、本当に買う名柄。 三つに絞り込む。三つ厳選するわけですね。こういう時に何を考えるか。ここがですね、ポイントで誰でもできるもの。知識とかそういうものがいらない。これはですね、ズバリワクワク感です。感情ですね。もう見ててワクワクするかしないか。これだけです。 ちゃんとですね、えーまあ、な自分なりのこう理屈で考えてるわけです。で、10名柄選んだ。で、最後の決め手は何かっていうと、ワクワク感。これでいいわけです。もうワクワクして、これを買うしかないな、えー。そういうふうに思えるものだけに絞り込むということですね。まあ、可能性はあるけれども、うん、どうかな、えー。ちょっと、いまいちかな。 で、えー、まあそういうふうに思える要素がある。そういうものは絶対に手を出さない。もしかしてそれが正解かもしれないんだけれども、未来のことはわからない。誰に聞いてもわからない。自分で考えてもわからないから、もうズバリ決めるしかない。えー、その時の基準がワクワク感でいいじゃないかということですね。今一つのものを、えー、あるいは、まあ、まずまずなんだけれども、もう超ワクワクはしない。 こういうものを捨ててしまうということです。えー、それから、まあ、自分なりに選んだ10銘柄。これ、すべて買うという戦略だってあると思います。とりあえず全部買ってしまう。自分なりに10銘柄選んだんだから。えー、いい銘柄が並んでるんだから。えー、買うんだと。えー、でもですね、えー、時間の経過でですね、えーまあ、とりあえずの結果が生まれますよね。えー、いい感じで上がってきているものとか。 動かないけれども、まあ問題はなさそうだというものと、それからなんかじりっと下がって、あれこれ見込み違いかなとか、えー、いろいろこう結果が、とりあえずの結果が出ると思います。この時にもですね、ワクワク感、これを基準にですね、もうワクワク感満載のもの以外は切る。ワクワク感がもう100点満点のものだけ残して、あとは切ってしまう。 じゃあ、10名柄すべてがですね、なんとなく今一つ、完全にワクワク感満載、100点満点ではない、という状況だったらどうするか。全部切るんです。全部現金にして、やり直すんです。こういうことをですね、きちっとやらないで、なんとなく可能性があるんだから、今切ってしまって、 あるいは手を出さないでいて、それが上がったら悔しい。だから買っておこう。みたいなことをやるとですね、えー、あっという間に資金、目いっぱいになっちゃいます。まあ、これがですね、間違いのもとで、えー、どんどんですね、崩れていく。で、なんとなく、買ったものを、なんとなく持ち続ける。これが標準形、みたいになってしまってですね。で、えー、まあ、全体の、急落暴落に怯えて、 えまたあ、いろいろなこう情報を見に行く、えー。ニューヨークはどうなんだえ世界の金利動向はどうなんだ戦争はどうだ政治はどうだ、えー、こんな風になっちゃうわけですね。もうこれ、売、え、買、ー、トレードがあー成立していない状況になってしまいます。えー、ちなみに、えー、私の低株投資実践ですね。えー、これはですね、まあ、みんなでですね、えー、銘柄を選ぶわけです。 林投資研究所の FAI クラブで銘柄を選定しています。で、候補の銘柄。これ、注意銘柄と呼んでますけれども、えーまあ、毎月ウォッチする銘柄あるわけですね。で、その中から、もういいだろう。買ってもいいだろうと。えー、ワクワク感満載のもの。これにゴーサインを出して、買い銘柄というふうにですね、別枠にします。 でこの中から、えー、個人個人、えー、自分の判断で売買するわけですけれども、私の場合は、えー、その中でもうこれ買うしかない、えー。ワクワクしてしょうがない。えー、これを買わないでどうするのと思うものだけを買います。そう思うものが少なかったらちょっとしか買わない。そう思うものがゼロの状況の時は買わない。買い銘柄としてゴーサインは出してるんですけれども、具体的な上げ下げのタイミングを見て、 自分でワクワクするかどうか。えー、これを判断します。で、えー、三角印。どうかなっていうものはもう潔く捨てます。そして、ワクワク感満載。100点満点のものだけを買います。ポジションを取ります。でもしばらく観察していると、えー、当然またね、えー、状況変わりますから、えー。そこでワクワク感が減った。こういうものは、現金化するかと。 また買えばいいんだから。まあ、こんな風に考えます。えー、こういったことですね。経験が少ないとわからないじゃないかと言うかもしれませんけれども、こういう流れを意識して、強く意識して、えー、バイバイ、えー、考えていってもらいたいと思います。単にですね、その場で勝った、負けたっていう判定をしてしまうとですね、やっぱり正解探しに傾きやすいので、自分が良質な 思考を展開したか否か落ち着いて考えて対処したかどうかそれからですね情報を自分の尺度で評価したのかどうかこういうところに注目してですね上手な思考を展開するようにしていってもらいたいと思いますはいえー、ワクワク感これをキーワードに考えていけば意外といいじゃないかとこういう話でした最後まで ご視聴ありがとうございます。